カラコとフアントーレス・ルイスはスペイン王国セビリア県デブリ派出身のプロサッカー選手カディス CF 所属ポジションはディフェンダー地元クラブであるセビージャ FC のカンテラで育成され2009年12月の UEFA チャンピオンズリーグレンジャーズ FC 戦でトップチームデビュー2010年2月のレアルサラゴサ戦でラリーガデビュー2010年9月 FC カルテヘナに1シーズンレンタル移籍することが発表された。2011年7月、エクアテネ FC にレンタル移籍することが発表された。当初の契約は1シーズンの予定だったが、冬の移籍市場でマルティン・カセレスがユベントス FC に移籍したため、アテネに違約金6万ユーロを支払い、セビージャに早期復帰した。2014年2月、 プレミアリーグのカーディフシティ FC にフリーで加入。同月の FA カップウィガムアスレティック FC 戦で加入後初出場。2014年3月のエバートン FC 戦で初ゴール。しかしツイッターでクラブアカデミーでの練習を命じられたなど不満を漏らしていたため、クラブとの関係が悪化。最終的に2014年12月をもってクラブとの契約を解消した。 カーディフ対談後、ヘタフェ CF が強い関心を示していると報じられたが、2015年1月にグラナダ CF と契約を結んだ。しかし、シーズン途中に就任したホセラモンサンドバル監督に余剰戦力とみなされ、シーズン終了後にグラナダを対談した。2015年6月、ヘタフェ CF と3年契約を結んだ。2016年8月、 FC アンジマ8から2買取オプション付きで1、シーズンレンタル移籍すると発表されたが、7日後に、個人的な理由で移籍が取りやめになったことを、インスタグラムで報告した。2018年3月1日、カナンダ手業足玉クラブに移籍した。2018年7月7日、UD ラスパルマスに2年契約で移籍した。ありがとうございます。